かなかいい感じじゃん。行くぜ。破壊力優先の兵器は紫外線での使用を制限され、敵に対し十分な効果を上げられません。そこで開発されたのがこちらをご覧ください。命中精度にこだわった今回のイーグルスペリオル、通称アルファ S というわけです。蓮見です。単純な疑問ですが、スーパーガスは、質問は後で。強くなることだけにこだわりすぎてませんか。だから質問は、今は戦力増強よりまずは根本的な体質の見直しが必要なんじゃ。ちょっとあんた、あなたが蓮見さんですか。はい。あなたの記事は私も何度か拝見しています。我々に対してかなり辛口の批判をされているようですが。辛口？正直なところを記事にしているだけです。科学者中心の非武装組織が母体であったガッツに対し、現在のスーパーガッツは戦闘集団としての色合いが強い。これは響隊長、あなたの方針ですか。我々の目的は戦うことじゃありません。しかし人間が前へ進もうとするとき、新たな道へ挑もうとするとき、そこには避けることができない戦いもあります。聞こえのいい言葉ほど危険なものはない。特にあなたの口から聞くと。蓮見さん、あなたが記者としての誇りを持っているように、私も自分の仕事に信念を持っています。そこに人間の未来と正義を信じて。ネオフロンティア時代の幕開けとともに、ガッツはスーパーガッツへと移行された。滅亡の闇を乗り越え、新たな時代へと進む人類。本当にそうだろうか。俺にはむしろ時代はまた過去へと逆戻り。なんで猫が。やっと起きた。その子ステラっていうの。ステラ？ステラレ猫だから。普段ならごめんと謝って無責任に拾ってきたりしないけど、私ら似た境遇だよななんて思うとさ、仲間意識っていうの、なんか意気投合しちゃってさ。なことはどうでもいい。お前一体誰だ。そのか。私ね、どうしても調査してもらいたいことがあるんだ。調査？悪いけどな、ここは探偵事務所じゃないんだ。おじさん記者なんでしょ、うん、似たようなもんじゃん。食べ終わったら帰れよ。どいつ無理か知らんけど、俺は子供相手に探偵ごっこするほどな暇じゃないんだ。大体ごちそうさま。マスター、マスコミューできる？子供はこれで十分だ。人の話聞いてんのか。大体お前誰だ。そのか、さっき教えたけど。いや、そういうことじゃなくて。急にみんな人格変わっちゃったんだ。アキもイサムも、それからターボーまで。間違いなく宇宙人の仕業だよ。宇宙人って。ショウも。何の話。こんな話絶対変だから俺が調べてやるって。そしたらショウまでショウじゃなくなっちゃって。仮面ランドみたい。ショウはローラーキッズのリーダー。みんな夢中だった。走ることが本当に楽しくて。でも次に集まる約束の日、来たのはショウと私だけだった。どうして。だからみんな変わっちゃったんだ。俺たちもうやめたんだ。あんな遊びまるで意味ないし。こんな話あるかよ。納得いかねえよ。単純な話
前から飽きてた連中が申し合わせて一緒に辞めただけじゃ。絶対違う。じゃあどうしてショーまで変わっちゃったのよ。バカ野郎、ショーのこと何も分かんないくせに。親父と喧嘩して飛び出してきちゃった。今日止めてくれる？他に行くとこ。バカなこと言ってないで帰れよ。え？俺も目が覚めたんだ。あんなくだらない遊びやめるよ。嘘でしょ？ショーまでそんなこと。勉強中なんだ。じゃあな。信じたくない現実と孤独が彼女を宇宙人陰謀説などという空想の世界へと逃避させた。そんなところか。ま、とりあえず調べてやるか。また親父さんと喧嘩したのかよ。何でもかんでも命令口調、息が詰まる。元気出せ。園香のことずっと俺が守ってやる。翔、宇宙人？園香のやつまだそんなことを。でも君なんで急に真面目になったの？バカ騒ぎはもう卒業です。彼女にも言ってやってください。そろそろ自分の将来真剣に考えた方がいいって。君が言ってやったら。元彼氏だろ。それだと彼女余計傷つくと思うから。外見だとさ付き合いづらい。目指しただけ。超かっこよく。チーム組んで変な遊びとか。いつも一人で。俺とも揉めた。最近変わった。根はいいやつ。近寄りがたい。顔つきも優しくなったかもしれない。実際にあった翔、園香の話、友人たちの声、調べれば調べるほど翔という少年の実像がぼやけていく。帰ったような家族の団らんよね。気味悪いわ。どこが気味悪い？え？だって翔は親と口なんか何年もまともに聞いてないって言ってたのよ。それにそっちの方がよっぽど普通じゃないだろ。何怒ってんのよ。親と子が一緒にいない方が不自然なんだ。お前家へ帰れ。きっと親が心配してる。何なの急に。おじさんまでどうかしちゃったわけ？違う違うが、もう探偵ごっこもお前の家出の片棒担ぐのもたくさんなんだ。これ以上人の幸せを覗くのもな。どうして？みんな騙されてるのよ。なのに。仮にお前の言う通りだとする。でも何か不都合があるか。手に負えない不良どもがいい子になり家族に平和が戻る。それのどこが悪い？お前は現実を受け入れるのが嫌なだけなんだ。だから宇宙人だなんて妄想。妄想って何よ。だから逃げるなってことだ。帰れる家があるなら帰れ。本当に戻れなくなる前に、その前に帰れ。大人はずるいよ。みんな父さんと一緒だよ。結局自分に都合のいいものしか見ようとしないんだ。
俺の信念も隊長と同じっすよ。この宇宙には無限の可能性がある。それを追い求める人間の夢を守るため。もしもし、園香だな。ステラ元気？ああ、今ミルクあげてたとこだ。お前はどうしてる？うちに帰ったのか？納得いく答え見つけるまで帰れないよ。私これから湾岸エリアの D7 倉庫に入るところ。 D7 倉庫？なんでそんな場所？ついに分かったんだ。みんなが別になる前の日、お化けが出るって噂のこの倉庫探検しに行ってたんだよ。ショーもそのこと知って自分で確かめに行ったに違いない。だから私も。こちらアスカ、アルファエース最終テスト飛行終了。ご苦労様、寄り道せずホームに帰還してください。ラジャー。あ、どうしたの？近くに妙な電波反応を捉えた。少し寄り道してみる。よう、どうした？何か答えが見つかったのか？今までの話全部嘘だったんです。嘘？口うるさい父を困らすための目的だったの。ありもしない宇宙人の話でっち上げて、父と仲の悪い人を選んで探偵ごっこして、そのうちこうして私を迎えに来てくれるのを待ってただけなんです。まさかあんたが。すまない、個人的にあなたを尾行させてもらった。ごめんなさいお父さん。もう素直でいい子になる。二度とバカな真似なんかしない。だから、許して。蓮見さん、詳しい事情は私にも分からんが、とにかく娘があなたに大変迷惑をかけたようだ。すまなかった。もうどうでもいいですよ。俺にはまるで理解不能だ。本当ごめんなさい。さあ行こう。待てよ、大事な忘れ物だ。やめてよ、匂いがつくでしょ。お前誰だ？お前園香じゃない。私は誰？園香！隊長！どうしてこんな場所にいるんですか？アスカ！なんだこいつ！お目覚めでした。思ったより早く計画に気づかれてしまいましたね。宇宙人、お前は何者だ？ここで一体何してる？闘争本能、反抗心、若者たちからそんな心のマイナスエネルギーを全て吸い取ってあげたんです。なぜ？心のマイナスエネルギーは強大です。我々はそれを集め、無敵の生物兵器メモーパを作っているのです。なるほどね、この化け物で地球を侵略しようって。これは正当防衛です。正当防衛？
我々ナルシス星人の科学は心の中のマイナスエネルギーを全て抹消することに成功しました。つまり争いのない平和の星が誕生したわけです。いや、それは我々から戦う力までも奪う結果となりました。我々は宇宙を食い荒らす君たち地球人が恐ろしい。何が平和な星だ。黙って聞いてや、勝手なことばかり並べやがって。そうだ、若者たちを元に戻してさっさと次の星に帰れ。やはり地球人との会話は無駄でした。隊長、勝手な行動は困りますよ。すまん、動くな。大丈夫か。大丈夫、マスター。大丈夫。行け。残念だったな、この自転車野郎。なんて暴力的な。しかしメノファーは感染してますよ。懐かしい感覚が俺の細胞組織を支配していくぞ。この化け物だ。聞こえるか。怪獣の腹に小さなパイプが突き刺さってる。正確にそこを狙えば。専用無線への侵入は電波法違反だぜ。イメキ隊長、無茶だ。そんな体で。お互いプロだろ。カメラの準備はいいのか。あの娘の父親だ。皮肉じゃないか。もし俺を倒せば、貴様の娘はまた元の憎しみの景色と戻るんだぞ。それでも撃つのか。撃てるのか、お前に。そのか、俺のことを許せないならそれでいい。憎んだって構わねえ。それが本当のお前なら全部きっちり受け止めてやる。バカ、いいのか。怒りや憎しみを解放して。
おじさん。お前さ、ぼやじさんにいなくてよかったな。でも頑固なとこは父親譲りかもね。親父さんの具合どう？もう怒鳴りまくってるわ。恐るべき生命力。そっか、なら俺もまた仕事に張り合いが出るよ。今度翔たちとバンド始めることにしたんだ。いつかでっかいステージで歌うのが夢なの。これから練習。よかったら今度見に来てよ。あ、二人ともなかなかいい顔してるぜ。TPC 基地か、それが問題だ。刻一刻と迫り来る TPC 基地全滅の危機。高田は究極の選択を迫られた。次回ウルトラマンダイナ決断の時、お楽しみに。